長期分散投資の支出の見直しについて、ご相談いただいているんですよね。まあ、家賃を見直す、通信費、保険、まあ、固定費とかですね、見直しのポイントがあります。まず一番大きいのはやっぱり家賃なので、無駄な、家賃を払ってないかと。まあ、よく言われるのはあの月収の3分の1ぐらいというんですけども、それよりも全然下げてもあの問題ありませんので、それにとらわれずですね、できればあの安く、住めるところを探しましょう。で、通信費もですね、格安SIMはもう必須ですね。まあ、楽天モバイルで月2000円とかだと思いますので、まあ、それに変えるのは必須だと思います。あとはですね、保険ですね。保険、日本人好きで、まあ、貯蓄とともに保険が好きな国民ですよね。で、まあ、保険も無駄なものが多いので基本的に見直しが必要だと思います。こういった固定費を見直せばすぐに投資のお金が貯まります。フィリピンですね、